従いまして水沼さん、今日は雰囲気がちょっと違いますね。違いますね、まあ、両チームのサポーターがいるというのは本当に良い光景だとは思いますし、23節東条主審の笛が鳴ってゲームが始まりました。まず対角に岡本めがけて長いボールを坂が蹴ってきます。主将岡本、帰ってきた石原、ワンタッチ、バラナ、チャンス、岡本が踏み込んで、岡本だ、3分53秒、岡本先制のゴール、湘南ベルマーレ、クロスじゃなかったシュートだった岡本です。まあ、このワンタッチがまず素晴らしかったですね。バラだね。でここからもう運んで運んで、しっかりとキム・スンギュムを見ながらクロスも考えつつ逆つきましたね。素晴らしいゴールですね。まあ、本当に良さが出たシーンじゃないですかね。このボールを受けた岡本、冷静なシュート、その前のバラダのワンタッチ、はい、まあ、特徴が本当にうまくリンクした。仲間がボールを後ろに引いたところにプレッシャーをかけました。田地、後ろから三原が出てきた。三原左足、最後は谷がしっかりと補給しました。手前低いのは谷くヘディング、枠は捉えましたがちょっと強さが足りませんでした。クリスティアーノ、外側、オルンガがいた、マークをされてもそれでもオルンガ、これでなんとシーズン22ゴール目。すごいね。まあ多分マーカーは大野だったかもしれませんけどね。まあ谷も外アピールはしてますが、はい、この手前の仲間のところですね。はい、追い直し、つないでフリック、子猫、おっと狙ってチャンス、江坂左足、オルンガナイスキーパー、こぼれ球、谷、まあ、ちょっと真ん中としてはね、はいはい、あんまりやってはいけないようなプレーでしたけどもね。金子のヒールですよね、はい、ここかな、あですね、はい、まあそうですね、はい、少しシューズのつま先が入って、主審登場、笛吹いてゲーム開始、いきなり前に行くぞという柏、シャルジソン、北詰めにパスを通した、江坂の横パス、神谷が狙った、これは谷しのぎました。対決ありますが、今ミドルを打った神谷もまた湘南フルス対決、青森山田からプロデビューしたの、あでも田中聡は今みたいなこぼれもやっぱり本当ガツガツいきますよね。はい、このバッチバチブルはすごいですね。前に置いたぞ、ミドルあるぞ、江坂パス、神谷だ、オルンガで強奪、江坂でアシスト、決めたのはフルス対決、神谷、ね、あまり表現しませんでしたけど、はい、まずはここのバトルのところ1対1、この長い距離を神谷が出てきましたけども、これも彼の特徴ですし、まあ、レイソルの狙いが後半になってね、守備のベースの立ち位置は変わらず、攻撃になった時により前に出る、はい、まあ、それがすごく生きたそういうシーンじゃないですかね。若さです。クリスティアーノが先、あーゲット、なんと強引な、それが続いています。おお、旗挑んだ、旗上げた、いや中の選手たちの動きはちょっとなかったですね。はい、タッチです、坂ワンタッチ、おお、タリクだ、ナイスキーパー、もうまさにキム・スンギュ、おお、石原直樹、右サイドから岡本の高いボール、おチャンス、イライラ、松田天馬だ、
晴らしいんじゃないですか。長いボールしっかりと石原が収めて、はい、まあ、オーバーラップした岡本に流すと、まあ、その、ね、クロスが少し高いボールになりましたけども、はい、しっかりとタリックが落として、はい、松田天馬素晴らしいですね。右が見えてれば岡本見えていた、うん、遠いサイド余ってますね。2枚どうするか。おーちょっと遠いサイドです。石原直樹だ、うん、これは展開も素晴らしかったですけど、岡本のこのクロスがもう絶妙ですね。おもう柔らかさといい、コースといい、スピードもう本当パーフェクト。もう石原もこのダイブで行くっていうね、気持ちも表れてましたしね。このイエローカードが出たのを今紹介しています。オルンガ、おクリスティアーノ、クリアイスカバー、タチです、タチです。ラインをコントロールはしてますけども、はい、岡本ですかね、ちょっと絞り足りなかったですかね、はい、宇野木の左足のクロスからチャンスです。その後ね、接触しましたけど、はい、平塚競技場、大きなアーチ湘南ベルマーレ9月13日、頑張